今日は舞鶴公園に桜を見に来ました。見てください、結構満開な桜が広がってると思うんですけれども、早速ね、あの福岡の本当に桜の名所とも言われている舞鶴公園案内していこうと思います。行きます。これが屋台なんですが、全部でね600店舗ぐらい並んでます。でもこれとかは綺麗だよ、ほら桜の花びら。もうこんだけ人がいないんですけれども、もしマイパンさんですかって声をかけられた場合は1人当たり1000円分まで、でマックスで、屋台をおごろうと思います。やだな、めっちゃ嫌なんだけどですね、あのお花見といえば屋台だったりとか桜を見るとか、いろんな皆さん目的があると思うんですけど、忘れずならない上を見ること。上見るとですね、たくさんのトンビが飛んでいます。このトンビですね、皆さんが持っている食べ物を狙ってきます。ただマネージャーによりますと、ね、あの後ろからトンビはやってきます。だから前から来ることはまずないから、前は気をつけなくていい、ただ後ろは気をつけてください。なんかせっかく来たんで屋台の一つぐらい食べようと思います。今日のお昼ね、つけ麺やったんで、まんまお腹減ってないんやけれども、お腹が減ってない皆さんでも食べられる食べ物たくさんありますからね。クレープ行こうと思います。食べたらお肌がもちもちになるかも。最近飼い出したペットです、スモピー。かわいいでしょ。いただきます。もちもち、最高肌になってきました。はい、食べちゃう。トンビがいます。殺す。おいしい。これは700円はお得ですね。食べたい。マイパン。いや疲れたっす。あんなに屋台あるけどさ、お腹のキャパは変わらんわけよ。今気づいたんだけどまず誰にも声かけられませんでした。まあ、おかげでね、お金が1円も減ることはなかったんですけれども、あまりにも声かけられなくて、悲しいです。無念の敗退ということです。ありがとうございました。ちょっと待って見てください、アポロ落ちてる。アポロ、僕らの生まれてくるずっとずっと前にはもうアポロ11号は川の上にいるのに。毎晩の旅春でした。